異世界アニメ工房は描く調子による日本の漫画作品。2020年3月24日から法文社の漫画配信サイトコミックフズにて連載中。同僚のアニメーターたちが救世主として異世界に召喚されて見習い召喚師や異世界の生き物の手を借りながら古群奮闘する若手アニメーターの成長物語。スタジオ明日で働くアニメーター。 らミヨーンが買い出しから戻ると、誰もいなくなった、そこには異世界から転移してきた、召喚し、ソフィーが立っていた。とりあえず、ミヨーンとソフィーが魔法で異世界と連絡を取ると、スタジオ明日のスタッフたちは、救世主として召喚されてしまっていた。ミヨーンは、社長からスタジオを守るよう頼まれて途方に暮れるが、そこに、ソフィーが異世界からのスケットたちを召喚し、窮地をしのぐことになる。 東京都杉並区にオフィスを構えるアニメ制作会社。他社制作のアニメのグロス受けを中心として制作を行っていたが、社長やチーフをはじめとしたほとんどのスタッフが異世界に召喚されてしまい、存亡の危機にある。何らかの理由で危機に瀕しているらしく、ミオンを除くスタジオアシタのスタッフの大多数を異世界に召喚した。ありがとうございます。